なるほど。おお、おじご、弾けるのですか。わしも侍の家が嫌いでの、放蕩三昧をしたことがある。お前ぐらいの年頃だ。その時少々。弾放蕩に生きがいを見出すのもよかろう。だが放蕩三昧で生きることが侍として死ぬことよりも楽だと思うなよ。さらばじゃ。